クフォーのピラミッドの約100年後の作ったものなんです。一番上のところには白い石がまだ残っているんですが、それは希少岩と言いますね。希少岩と言いまして、実はピラミッドが完成された当時はですね、この希少岩は一番上から一番下まで続いてたんですが、下の部分が崩れてしまいました。もちろん第一